ティンタジェル城、ティンタジェル城は、イギリス、コーンウォールのティンタジェル沿岸部に所在する遺跡である。この地はもともと、ローマ人の居住地であったが、城塞そのものは13世紀からのものである。この城跡は、アーサー王伝説に関連されたものとして考えられ、観光地として人気も高く、イングリッシュヘリテージによって管轄されている。ローマ帝国が、ブリテン島に押し寄せてきたとき、 コーンボール地方にまではその派遣は行き届いてはいなかった。しかしこの地の貨幣、陶器の破片から3世紀か4世紀までには支配下に入っていたようである。ローマ街道の道標が2つ近辺で発見されていることから居住地があったと考えられている。地名はおそらくはドゥロコルノイウムと呼ばれたと思われる。ローマ人がブリテン島を去った後、 ケルト人がこの地にやってきて、城塞を築いた。ドゥムノニアの支配者が夏に過ごす居住地であったとしばしば考えられている。700年頃に編集された文献ラベンナ・コスモグラフィに、プロコロナウィスという地名があり、前述の地名、ドゥロコルノイウムトルイ点が見受けられ、そこは鳥で、もしくは城壁に囲まれたコルノイ族の居住地として触れられている。 その記述は正確には、どこのことかは言及していないが、可能性として、ティンタジェル城内しカーアンブレー城を指していることは、あり得る。1233年、イングランド王ンの次男で、ヘンリー三世の弟である、コーンウォール博リチャードによって、城は建てられた。イニシエのコーンウォールを治めた王たちの場所として思われ、また、アーサー王伝説書園の土地であるという理由からである。 城は、古,のものとるように古式の様式で建築された。リチャードは、このようにして、よそ者に対して警戒心のあるコーンウォールの民の信用を高めようと考えていた。城自体の戦略的価値は、全くなかった。リチャードの後に、コーンウォール博を継いだ者の中で、この城に興味を抱いた人物はいなかったので、城は、州長官に任された。城は荒廃し、 1330年代には屋根が取れてしまった。これ以来、城は住居として用をなさない城跡となった。ビクトリア朝時代、アーサー王伝説のブームが起こり、この城塞跡は観光地となった。1850年までティンタジェルの村はトレベナという名であったが、観光アーサー王とキャメロット城の伝説時代に焦点を合わせて売り出すために村は、 ティンタジェルと解明された。しかし厳密に言えば、ティンタジェルとは沿岸部の岬部分だけの地名である。ありがとうございます。